どうもランバルポムポムです。すっごいみずみずしい。なかなかだって今撮ったものとか見えないですよ。でかいでかい。ちょうどでかいのが私の息子ぐらいのが出てきた。どういう意味ですか。ちょっとご立派ご立派です。今取れたてほやほやの人参です。ほら、ありがとうございます。いや、こうおばあちゃんち来たみたいな、もう温かさですね。いただきます。あー、ナチュラルな匂いが。本当に。ちょっと待って、ちょっとこれがあの先っぽがめっちゃ戻り。青空レストラン風に。あ、甘い。おばさん、これ甘いですね。めっちゃ甘いです。私人参嫌いなんですけど、これを食べれる。いっぱい来た。 ありがとうございます。わー、ありがとうございます。サニーレタスですね。あ、苦い。苦うま、ね、苦い。これスーパーのやつより苦いですね。やっぱり新鮮なものはこんな美味しいんですね。大人の味です。大人の味。はい、というほっこり温かい山口県サバゲーフィールドアンドグリーンさんの畑に来ております。私が今日泊めてもらうのは415号室。良い子だからあんま怖くないか。お邪魔します。おお、広い。こんな感じのお部屋です。まさかのツインベッド。落ちそうになっても素早く回転してこっちのベッドに行ける。あ、いいねこれ。ヒューン、ボーン。あ、いいねこれ。あ、いいねいいね。床に落ちない女。久しぶりにこれ段々スペースがある、これがあるお部屋に久しぶりに泊まりましたね。修学旅行以来かな。しかもビジネス勉強机もあります。机がいっぱいある。独立洗面台です。あ、壁の絵もめっちゃ爽やかです。私がホテルの部屋で一番恐れている場所、そうです。やっぱりお風呂とトイレはチェックしておかないと。このホテルには大浴場もついてて、なんと温泉が湧いてるんですけど、部屋にも一応お風呂がついています。お風呂とトイレ開けるところが怖いんですよ。怖くない？さあ、やっぱ旅館らしく引く系の。なんか高級感のあるトイレです。ここいいな。で、ここがお風呂と。シャワールームになってます。いつも本当に旅館とかホテルがすごい怖くて、なんかお化けとか出そうやん。あの九州とか北海道とか、どんだけ遠いところに地方営業に行っても絶対に日帰りで帰ってきてたんですけど、
なんか最近は朝起きるのが辛くて参りとかさせてもらうことが増えたんですけど、ここの旅館は怖さゼロです。あー、この袋、この袋、私の中でこの袋が置いてある旅館は一流の旅館ですよ。うわー、しかも2色、旅行や旅行や旅行や、すごい快適な綺麗なお部屋に泊めてもらえて感謝です。どどん、おお、お通しにフグー、フグでーす、はよ食べろあ、違う、フグ皮って大体こう淡白やからあんまこう味しないみたいな、食感を楽しむみたいな感じするんですけど、これはなんかフグというか魚というか風味がすごいします。うわ、めっちゃ美味しい。これ今までで一番美味しいかもしれない、フグ皮の中で。ちゃんと味しますね。うん、やっぱうわ、うまっ。山口県の海で獲れたタイです。プリ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 。さあ、その実力と やらを見せてもらおうか。うざっ。あっ、あ、熟成してるかもこれ。寝てるわこれは昼寝してきたタイって感じ。めっちゃ美味しい。しっかりタイの味がする。ちょっとあの、すごいやりにくいんですけど、今あの、明日あのサバゲーのイベントのゲストで呼んでいただいたので、その関係者の皆さんと一緒にご飯をいただいてるんですけど、中に YouTuber の方もいらして、キツネ共和国です、よろしくです、よろしくお願いします。と、あと山口の皆さんと一緒にご飯をいただいてるんですが、すごいやっぱ YouTuber さんの前でこうやって撮影してるとめちゃくちゃ見られるんですめっちゃやりにくいあ、でも美味しい、本当に美味しい。いろいろ多分 NG なので食事されるタコ美味しい、柔らかいし、あの、私タコとかイカ系あんまりちょっと苦手なんですよ、なぜならばあの喉に詰まるからです、毎回そう、毎回毎回なんか歯の間とかに挟まって、あのその先が喉でここにいて、歯とここでウエってなるときあるじゃないですか。これはめっちゃ噛み切れる。本日もエグザイル公式ドリンクのレモンサワーをいただいております。うまっ。山口といえば、はい、そうです、獺祭でーす。うわっ、日本酒だ、いただきます。あ、水ですねこれ飲んだんですけど、めちゃくちゃ飲みやすい。なんか最初甘めで、あと水みたいな感じです。すごい美味しい、うん、香りがフラワーですね。開封用意、開封。おお、29、めっちゃ罪やった。すき焼きと日本酒、めちゃくちゃ合う。ジープと屈強な男ぐらい合う。これが名物の河原そば。河原そば。え、これ河原
実物？レプじゃない、実物。レプでした、これは。実物です。瓦を熱したやつの上に茶そばを、そう、茶そば、焼きそば風に乗っけてるやつってことですね。そう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 、あんな感じで。おー、かぶると噛めます。ちょっとこんな感じ。もみじ、辛いの嫌いやん。うわ、カリカリですね、この辺。友達とかだったら早いこんな感じですね。へえ、すぐなくなるんで。結構じゃあ山口の人のソウルフードみたいなことで。そうそう、スーパーに売ってますからね。あ、じゃあ頻繁に召し上がるんですね。食べますから。へえ、家とかだったらホットプレート、お好み焼きみたいな。なるほどなるほど、地域に根付いた。肉も取ってくださいね。はい、肉を入れないと美味しくない。美味しくないです、うん、肉の油がちょっとまた、うん、そうですね。はい、じゃあ初めての瓦そばいただきます。あ、そうそうそう、あ、うん、あ、おいしい。抹茶のなんかその香ばしい感じと、カリカリしてるからその食感が美味しいのと、やっぱり肉と合いますね。なんだろう、芳醇な香りがすごいしますな。お、緑茶かな、癖がなく誰しもが好きそう。しかももみじおろしのピリッとした感じとちょうど合う。はい、結構細麺です。わ、スルッといただけますね、これ。これ飲んだ後の締めにいいんじゃないですか。家帰ったらやってみよう、瓦で。隣の家から。ということで、旅館といえば浴衣。今から温泉、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 最高な一日を過ごせました。なんか温泉もめっちゃ気持ちよかった。露天風呂もあってちょうど適温で、やっぱ地方営業って才の功のすな。はい、それではサバゲー行ってきます。と、はい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 、あれだけ違う。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。見てくれてありがとく大型ダンプ。
Facebook、インスタ、Twitter もやってますのでフォローお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いしますのす。